ペンネーム、島津よしで、作家活動を行っている。沖縄国際大学講師。沖縄平和ネットワーク代表世話人。特定非営利活動法人沖縄県芸,芸術文化、振興協会理事長、新沖縄県市編集委員。沖縄戦での住民の被害調査、平和研究、小説執筆などを行っている。 沖縄戦研究では、沖縄県史の編集に携わった後、県立博物館長などを務めた。島津義明では、琉球王国水防史や、映画、ガマゲットウの花のシナリオ作品などがある。また、家永教科書裁判や大江健三郎、岩波書店沖縄戦裁判では、原告側の引用文検著者として登場する。2007年、沖縄戦。 集団自決の教科書検定意見撤回運動の高まりの中で、教科書検定の内容、集団自決訴訟での状況について告発書、沖縄戦の真実と、歪曲を執筆した。大乗商保は、著書の中で、2007年の教科書検定や訴訟について、以下のように書いている。文部省による、教科書記述への事実を歪める検定は2007年が、 はじめではなく1982年にも起こった。住民虐殺を書こうとした執筆者に、文部省が、検定意見をつけて削除させようとし、沖縄県民の運動により撤回された。集団自決が、どのようなものかについては、1984年以降の、家永教科書裁判第三次訴訟の中で争われ、兄や正明などの研究者が、専門的意見を述べ、 裁判所は判決文の中でそれを認めた。これ以降、集団自決が日本軍による強制であることは研究者の間では共通認識になった。大江岩波集団自決訴訟の背景には自由主義士官研究会の藤岡信勝などの運動がある。原告が自身の著書沖縄戦を考えるを その綾子の著書の主張を支持する本として引用したのは自身の本意ではない。沖縄戦研究が未発達段階であるという文脈の中で述べたのであり、全体としてその綾子の説を支持したわけではない。正論2006年9月号の徳永新一の論文で大乗小保自身が日本軍の強制はなかったと立証したように書かれたが、自分は そのようなことは書いていない。徳永の論文の表現技術による歪曲である。集団自決と住民虐殺は根っこは一緒である。大城は沖縄戦を考えるで集団自決の強制性を否定したある神話の背景についてそのあやこしはそれまで流布してきた従来の説を覆した鉄の暴風や戦闘概要などの記述の動きや 矛盾点などを丹念に指摘し、赤松隊長以下元隊員たちの証言を突き合わせて、自決命令はなかったこと、集団自決の実態がかなり古代化されている点などを立証した。事実関係については、今のところ、その説を覆すだけの反証は出ていないと書いた。しかしこれについては、近所、沖縄戦の真実と、歪曲で、 沖縄戦研究がまだ不十分であるという趣旨であり、その綾子に対し随分と甘い点をつけたものだと記している。1986年6月6日付、神戸新聞では沖縄県史の解説文で梅沢命令説を記述した大城は、 起用に、梅沢隊長の手記を掲載した上、梅沢命令説の根拠となった手記、血塗られた、ザマミトを書いた、宮城初江自身が、真相は、梅沢氏の手記の通りであると言明していると記述し、実質的に剣士を修正し、宮城初江さんからも何度か話を聞いているが、隊長命令説はなかったというのが、真相のようだと報道された。しかし、近著。 沖縄戦の真実と、歪曲では、神戸新聞の取材を受けておらず全くの、鉄道記事だと書いている。また、沖縄県主が、梅沢博士の証言により改定されたように書いて、あるが、梅沢証言は採用しておらず、改定していないと記した。ありがとうございます。